神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。イスラエルを知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。エイコおばさんに相談してみよう。ハテちゃん、イスラエルのことなら私に任せて。エイコバさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです。エイコバさん、こんにちは。あ、タケちゃん、いらっしゃい、いらっしゃい。こんにちは。あ、今日も来てくださいました。あ、座って座って。どん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 、あの、荒野の幕屋の話をね、聞くたびに、もう、興味津々ってね。今日はね、3人で、いよいよ、死聖女の話も聞けるからね、楽しみに。いや、楽しみですね。もう今までが驚きの連続だったので、今日も本当に楽しみです。意味を知れば知るほどイスラエルに行って本当に良かった。あ、よかったよかった。でもね、死聖女に入る前に垂れ幕っていうのがあってね、垂れ幕の手前で、こう抱いて祈ったでしょ、その子に垂れ幕っていうのがあったら、その垂れ幕の向こう側にその垂れ幕のお話をまず、しなければならないね、順番的には。で、その垂れ幕の中には大祭司が1年に1回しか入れない。そのことが聖書に書かれているので、まずは祭司の姿、じゃあ早速タケちゃんに出エジプト28章の33節から35節読んでくれる？その裾に青色、紫色、黄色のより糸でザクロを作り、その裾の周りにこれをつけ、その周りのザクロの間に金の鈴をつける。すなわち青服の裾の周りに金の鈴、ザクロ、金の鈴、ザクロとなるようにする。アロンはこれを務めを行うために着る。彼が聖女に入り、主の前に出るとき、またそこを去るとき、その音が聞こえるようにする。彼が死なないためである。これが大祭司が幕の中に入っていくときの姿なのね。で、これが大祭司の姿なんだけど、これ、ものすごく派手な、ものすごい派手な色なんだけど、これは全部色一つ一つに意味がある。青は天を表していて、赤は人間を表していてってね、意味があるんだけど、ここに青い洋服のそのスカートのところにザクロ、鈴、ザクロ、鈴ってつけなければいけないって書いてある。ね、何のためにこれをつけなければならないのか、それは1年に1回しか入っていかないんだけど、神様の御臨在の前に立つという、もうこれは大変なことなのね。で、もし彼に罪があったら、必ず罪がないように生贄を捧げてから
入っていくんだけど、人間っていうのはこうこっからあそこまで行く途中に罪を犯してしまうでしょでしょ、だから生贄を捧げた後罪を犯してしまって中に入っていったら神様の御前で撃たれて死んでしまう。ということはひょっとしてその鈴をつけて、鈴って音が鳴るじゃないですか、しかも足につけてるってことはこれ最後彼が死なないためであるとかなんかいろいろありますけど、これはどういうことですか。鈴っていうのはこれ、誰も中に入ってない彼だけなんですよね、だから鈴が鳴っている間中こう聖女では祭司たちが耳を澄ましてるわけね、で、あ、落としてる落としてる、まだ生きてる、まだ生きてる、そしてピタッとその音がしなくなったら、はあ、死んでしまったああ死んでしまったっていうことになるから、これ安否確認のための鈴なんですね。そのための鈴、うわすごい、これはすごい。そしたら、ちょっとすいません神様死体を取りに来ましたということはできない、絶対できないよね。1年に1回大祭司だけしか入れないから、死体を取りに来ましたって入れる人がいないでしょ。だからこの大祭司っていうのはこう足に紐をつけて幕の中に入っていくの。なんかちょっと生々しい話というか、でしょ、じゃあもし死んじゃった場合は音が消えて、あ、死んだってなったらその紐引っ張るってこと。そうそうそう、そうしたら幕の外に、死体を入らなくても持ってこれる。大祭司命がけです、はい、ね、命がけですね。大祭司命がけです。幕屋に入る前に生贄を捧げるじゃない、はい、それでもうそれまでの罪は許された、許された、だから行けるようになったんだけど、その数メートルの間にもし罪を犯してたら中で死ななきゃいけないってことなんでしょ。いや神様の前に出るっていうのは本当に恐ろしいことなんだね。恐ろしいことですね。恐ろしいことでしょ、どうして私たちが神様のところへスキップしながらお父ちゃまって言って行ってね、膝の上に座って天のお父ちゃまお願いしますなんて言えるのか。そもそも神と人ではもうこんな違うってことですよね。全然もう闇と光だから混ぜることができない、だからイエス様のなさったその大変なことっていうのがね、これを見ただけでももう恐れ多く感じる。本当にね、ここにね、主の前に、今読んでいただいたとこだけど、主の前に出るとき、またそこを去るとき、その音が聞こえるようにするって、死なないためだっていう、もう本当に生々しい、それが垂れ幕の向こう側なの。これは神殿の絵なんだけど、これが垂れ幕。垂れ幕大きいですね。これはね、神殿だから、神殿だから、神殿は20メートルの10メートルだったっていうのね。幕屋は10メートルの10メートルだった。だから半分の高さだった。そしてここにメノラがあって、手机があって、甲が焚かれてるでしょ。この幕の向こう側に行くっていうのは、もうただならぬことなんです。そうか。今で言ったら宇宙に行く宇宙飛行士みたいな。生きて帰れるか、行ってみないとわからない、行ってみないとわからない行きたければ行けるもんじゃない。そうですよね。でもその十字架が成し遂げられなかった時は、その本当に鈴をついた衣と足に紐をして
まず大祭司じゃないといけないし、しかも1年に1回しか行けないんですよね。ものすごい神様が遠い感じがしますね。すっごい遠いです。その神様の御前に出られるようになったっていうイエス様がしてくれたことがすごいことだっていう、すごいことだっていうことがもう本当にそこで分かるのね。千代信さんに読んでいただこうかな、はい、ヘブル書の9章12節、はい、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。アメン。これがイエス様ですね。ここの聖女、ここ聖女、この向こう側が死聖女なのね、うんうんうん、これは模型なの、うん、あくまで天に誠の聖女があるの、うんうん、あ、だからここ誠の聖女、誠の聖女だから模型の聖女のところに入ったのではなく、うんうんうん、誠の聖女のところに入ってくださったのね、うんうん、だからその、うん、垂れ幕の向こう側に入るっていうことが、うん、イエス様が誠の聖女に入って、うんうんうん、ご自分の血を捧げてくださるまではもう足に紐をつけて鈴をつけてという時代が続いてきた。いやそっか。じゃあね、うん、今度は垂れ幕のところをね、そうね、たけちゃん読んでくれる、はい、垂れ幕についてちょっとどんなだったのか、うん、出エジプト26章、26章の31節から33節、青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布で垂れ幕を作る。これに巧みな細工でケルビムを織り出さなければならない。これを四つの銀の台座の上に据えられ、その鍵が金でできている金をかぶせたアカシア材の四本の柱につける。その垂れ幕を留め金の下にかけ、その垂れ幕の内側に証の箱を運び入れる。その垂れ幕はあなた方のために聖女と死聖女との仕切りとなる。はい、これが垂れ幕なのね、うんうん、聖女と死聖女の仕切りとなるというのは光の世界と闇の世界の仕切りとなるという意味なのね、うん、そして、これ青色、紫色、うん、黄色のより糸で作るっていう、うんうんうん、これはやっぱり天、うんうんうん、そして王、そして人となられたイエス様のことを表しているのね、うんうんうん、そしてケルビンを織り入れなきゃならない。もう これすごい細工。どうしてケルビンが織られなければいけなかったんですかね。それは、天の生き物っていうのがあるんだけど、うんうん、まあ天の使いっていうのをよく聞いてるでしょ、うんうん、それからセラフィムっていうのが聖書に出てくるわね、うんうんうん、そしてケルビムっていうのが出てくる、うんうん、それぞれ役割がある、うんうん、ケルビムは神様の御臨在を覆う、うん、セラフィムは神様の御臨在の周りに立っている、うんうん、そして天の使いは神様の御前に立って命令を受けて、人を助けるために使わされる、それが役割なんだけれど、その神様の御臨在を覆う、このケルビムっていうのを光の世界と闇の世界の間に置いているわけね。でそのために、ケルビムを巧みに織らなければいけないっていう、これには大きな意味があるんですよ。これは、エデンの園、エデンの園では神様はアダムとイブと親子の関係で、そよ風の吹く中、
神様がエデンの園を歩かれていたという言葉が、創世記3章に出てくるんだけれど、彼らが罪を犯したら、エデンの園から追い出されたでしょ。その時にケルビムがその戻ってこないようにケルビムがそこに立って、そして火の炎、炎の剣っていうのがこう回っていたわけね。ケルビムが神様の御臨在のところに寄せ付けないっていう、なるほど、そのためのケルビムなんですね。ということは、聖書と死聖女はエデンの外と中ってことですか？そういうことになる。エデンの中には神様がいらっしゃった、罪を犯したからそこから追い出された。追い出されたら闇の中、エデンのその神様いらっしゃるとこは光の世界、そこの間にはケルビムがいるわけ。そうか、わあすごい。でもじゃあその垂れ幕の向こうは本当に神様と ものすごく近い場所なんですね。神様とすっごい近い場所だから、罪があったら、闇の世界の人が中に入ったことになるから撃たれて死んでしまう。闇っていうのが光の世界に入ったらどうなる？消えちゃうでしょ。で、闇の世界にろうそく一本でこう、なんか入っていったらどうなる？だからね、闇と光っていうのは絶対に混ぜることができない。絶対混ぜることできないから、なるほど、そのために仲介者が必要で、鈴をつけて清めて、もう特別に選ばれた人が1年に1回だけ入っていくという。わすごい。だからこの幕屋のことをよく学ぶと、もうイエス様は なんと素晴らしいことをしてくださったんだろうっていうのが分かるのね。そうですね。その垂れ幕自体がイエス様の役割になってるっていう、そういう感じ。そうなのよ。そうなの、そうなの。だから、タキちゃんで読んでくれる、ヘブル書の10章19節と20節。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。書いてある。書いてあるでしょ。この垂れ幕が実はイエス様の身体だった、その象徴。すごい。イエス様は門であり垂れ幕なんですね。そうですね。その垂れ幕を鞭打ちの傷で裂いて、釘付けで裂いて、槍で体を裂いて、もうこの幕を裂いてしまったっていう、その出来事なのね。だから今度、マタイのところで、ミサさんに読んでいただこうかな。27章50節と51節。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。これが神殿の幕が岩が裂けると同時に裂けてるんだ。聖墳墓教会行ってきたでしょ。聖墳墓教会の上に岩があったでしょ、裂けたの見た、裂けてたの見た、裂けてる部分があるんですよ。見てない。もう一度行ってきてください。岩がバッチリ裂けてるんだけど、
その岩が裂けたのと神殿の幕が裂けたのと同時っていうことなのね。そういうことか。だけどイエス様の時代の神殿の幕っていうのは裂くのが不可能な幕だったのよ。それはなんでですかね。どんな生地でも裂けるでしょ、もう無理すれば、ね、簡単にね、幕なんてこうペラペラしてるから裂けそうなイメージはありますよね。それがあるんだけど、フルクテンバウム神学博士っていう、ユダヤ人でイエス様を信じてる神学博士がいるんだけど、その方がイエス様の時代の幕の分厚さっていうのが、男の手幅分厚さが男の手幅だったっていう。全然ペラペラしてないんです、ね、ペラペラしてないです。これ聖書より分厚いぐらいってことですか。それでルービン・ロスっていう神学者が、私お友達なんだけど、その人がなんでそんなに分厚かった、どんな折り方をして分厚かったんだろうっていうので、古代の本をずっと調べていったのね。そしたらその彼が見つけたのは、実はこれは二重になっていた。そしてその中に、大祭司のお洋服だとか、祭司のお洋服で使わなくなった聖なる着物をずっとはめ込んで、それを巧みに縫ったか折ったかでその分厚さになってたんだ。その重さが14,000キロ。14,000キロって言ったらもう10トン以上ってことですよね。重たいのもう超えてますね。どうやって乗せるんだ。垂れ幕が、その時にはこうコロコロってね、車があったから、ああだからこうたくさん車をして、綱をたくさんつけて、たくさんの人がこう引っ張ったっていうのは考えられるんだけど、じゃあ、まあそれだけ分厚くてそれだけ重たいものが裂けるっていうのはまず考えられないってこと。まずは何重にもこの着物がなってるから、裂くっていうのは不可能でしょ。そうでしょ。人間では無理ですよ。無理でしょ、それが上から下に裂けたって書いてある、どういうふうに裂けたと思う。上から下、なんか雷がパーみたいな。神様が天から大きなハサミを持ってきてザクッと切る以外にありえない。それ以外にありえない。それか、あ、ものすごい刀でザッって裂く。それ以外にありえないっていうことが、イエス様が息を引き取ると同時に起こっているのね。いやすごいですね。じゃあもうその場に居合わせた人はもう奇跡を見ましたね。その光景を見て、裂けるはずのないものが裂けたってことですね。裂けるはずがないものが裂けたので、でもどうしてもイエス様が神様だったとか、メシアであったっていうことを、いや認めたくなかったのがユダヤ人だから、それを見た人は誰にも言っちゃいけないっていうような状況だったと思うのね。あってはならないことが起こってしまったみたいな。いやもうなんか毎回すごい感動があります。もう聖書の読み方変わってきますよ。ね、もうペラペラのものが裂けただけだと思ってました。そんな10トンもあるね、こんな分厚いものが裂けるんですよ。10センチって、ルービン・ロス、ルービン・ロス神学者が読んだのは10センチの幅だ、分厚さだったって、いうのね、ヨセフス・フラッギャスでは男の手の幅っていうね、そういうふうなこと書かれているのね。いや、荒野の幕屋の話から、まあ、今日神殿の垂れ幕だけど、すごい奥義だね。すっごい奥義ですね。
いやーもっともっとなんかもっと深くいろいろ知りたい、まあ、ついにその先の話もやっぱ教えてくれるの次は幕の契約の話それが姿勢上ところが私たちは鈴くっつけないのね、うんうん、足に紐つけないのねもう幕がないからそこにさささっと入っていける、うんだけどその契約の箱が一体何であったかっていうのを今度次をお話気になりますね次はもう契約の箱の話が聞けるわけですね、いやじゃあまた聞きに来ようね、はい、また聞きに来るねまた3人でまた来てくださいもう本当に私ね興奮して嬉しくてしょうがないいや今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日のおさらいをします。一年に一度大祭司が死聖所に入っていくとき、罪があったら神様に打たれて死んでしまいます。そのために着物に鈴がついていました。鈴の音が消えたときは大祭司の死を意味します。イエス様の時代の垂れ幕は男の人の手幅ほどの厚さがあったそうです。それを裂くのは人間には不可能なので、神が裂いたとしか考えられません。それでは皆様、またお会いしましょう。シャローン。